その響きをずっと聞いていたり、流れゆく星を追いかけたり、除雪車の音に怯えたり、これは小さい頃の僕の話、出発点をたどる話。父さんの研究室に向かう一番小さい頃の記憶、たくさんの研究所、たくさんの解剖所、カエルやマウスの実験、怖がってちゃ医者になれない。父さんは笑いながら話してた。それから随分時が経った。物心ついて進路に揺れてた。音楽室のギターをつまびく先生はいつも褒めてくれた。鼻歌のメロディーはまるで宇宙みたいだ。音楽とメディカル、言葉とサイエンス、どちらも出発点は同じだと知った。ピアノの上の埃がキラキラ舞った。そんな日は最高、大好きな